皆さんご機嫌いかがでしょうか。ライス定食です。本日遊んでいくおもちゃはこちらでございます。仮面ライダー01デラックスフライングファルコンプログライズキーです。はい、こちらは令和第1弾仮面ライダー9月より放送開始いたします仮面ライダー01の変身アイテムプログライズキーですね。ベルトより先の先行発売ということで、まあこれ単体でね遊べるのは制限があるんですけど、まあ毎年ねベルトより先になんか1個あの変身アイテムというのを発売しておりまして、今年はこちらのフライングファルコンプログライズキーが発売となりました。というわけでこちらが新しい01のプログライズキーですね。1年間よろしくお願いいたします。というわけで、こちらにね、01がこのプログライズキーを使った姿なのかな、これが映っておりますけれども、この赤いマスクみたいなものを多分つけてる感じなんで、まあこのね、プログライズキーを差し替えることでこんな感じでパワーアップしていくみたいなことなのかな。外箱パッケージ見てみますとプログライズキー映っておりますけれども、これはカセットテープモチーフなのかな、なんかね変形してこんな感じにもなるから、なんか伸びるんだよね、伸びるっていうのかななので、まあ実際何がモチーフなのかよくわからんですけれども、ちょっとあんまりねインターネットとかねなんかネタバレになるからあんま見てないんだよね僕も。なのでまあちょっともしかしたらもうネタバレの情報とかあるのかもしれないけれども、ちょっと気になりますけど、まあ実際開けて中見ていきましょうか。パッケージの左上にあります、これ単品遊びって書いてあるのは今回遊べる遊びで、このベルトを使った遊びは今回は遊べませんね。っていうか今回さ、もういきなりベルト2つ発売すんだよね。すごいよな。気合入ってますよね。そして書いてあるセリフ、Fly to the sky, flying falcon, spread your wings and prepare for a force. うん、アメリカ語わからん。まあ、いろいろ書いてありますけれども、この音声はさすがに聞けないのかな。ちょっといろいろいじってみようと思いますけれども、まあ、聞けたらいいけど、まあ、基本はね、このウィングとファルコンズアビリティか、これだけが聞けるって感じなのかな。とにもかくにも、とりあえず開けてまいりましょう。あ、すげえ簡素なパッケージ。あれだよね、タイガー、ウルトラマンタイガーの時もこのなんかプチプチでくるんであるだけだったよね。どんどんなんか中がね、簡素になってくる、ね。昔はブリスターに入ってたのに、なんかあの、なんだろう、段ボールのやつ、RKF とかはあれで固定されて入ってるけど、ついにプチプチ中心になってくのかな。まあ別にそこに対しての何かってのはないですけれども。というわけで中身は説明書とプログライズキー本体ですね。とりあえず説明書見てみますと、各部名称ということで、光る LED がこの鳥のとこにあるのかな。で、リセットボタン、ここは小さいボタンついてますね。で、裏面に QR コードで、認識のピンが側面についてて、ボタンが上についてるので、ここを押して音声を楽しむって感じですね。そしてボタン3つですね。いつもの LR44 のボタン電池を3つはめるって感じかな。ボタンはもう最初からね、セットされてますけど、テスト用ということですね。いつも通りすぐなくなっちゃうかもって感じなのかな。やっぱ上のボタンを押すみたいですね。とりあえずこれで遊んでいきましょうか。というわけで、どーどん、おー、おー、テッカテカ、テッカテカ、あ、かっこいい、いいよ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 。めっちゃかっこいいっすね。はい、というわけでこちらがフライングファルコンプログライズキー本体でございます。いやーこれ懐かしいですね。昔のほんとカセットテープ、あのハイポジのカセットテープを思わせるような懐かしい作りですね。前面がねこのクリアパーツで半透明な感じがまさにカセットテープって感じだな。で、フライングファルコンって書いてあって、ここに、鷹のね、鷹でいいのかな?ファルコンは。フライングファルコンの、まあ、ファルコンって言うか鳥の絵が書いてあって、ピンク色のね、この矢印のやつありますけど、これはボタンっぽいけど、ボタンじゃないの、押せないですね。で、側面が、あ、これだね。これが認識ピンが2つあって、で、裏面に QR コード、ここにあります。で、これが、絶縁シートだね。で、絶縁シートのこことここで、ボタンが3つ中に入ってて、ボタン変えるときはここを押しながらスライドさせるっていう感じですね。とりあえず音声鳴らしていきましょう。ここですね、ボタン。いきます。初音声1音目。オーエンって聞こえるけど、ウィングって言ってんだよ、これ。オーエンって聞こえる。はい、2音目。ファルコンズアビリティというわけでこの2音がなります。もう一回いきましょう。光る鳴るって箱に入ってた通り、ここがやっぱ LED が光りますね。そしてこれがスライドして、おお、すげえ、わ、鳥の、これすごいな、鳥のあれですね、骨ですね。わ、なんか生々しい
実を言うとライスさん鳥苦手なんだよねちょっとこれは一瞬冷や汗出たなそしてこっちが、ここがね、ベルトにさ、これをこの状態でガショって刺すんだけど、ベルトの真ん中にさ、これが投影というか、これが透けて見えるんだよね。なのでここにイラスト鳥の絵が来ますね。これは普段はこんな感じで真っ黒で見えないんだけども、出すとここにイラストが出るって感じですね。いや、これかっこいい、かっこいいな。俺鳥苦手じゃなければこれめっちゃかっこいいって言ってるよこれいいな、いいな、うわ、かっこいいな。この状態では音声は一緒ですね。じゃああんま良くないのかもしれないけど、別の音声になるかもしれないので、この認識ピンちょっと押してみましょうか。ベルトの到着を待ちましょう。はい、というわけで本日は仮面ライダー01デラックスフライングファルコンプログライズキーをご紹介いたしました。ジオの放送が残り少なくなって、まあ寂しくなっていく中ですけども、01は準備万端という感じですね。まあ、音声も含めてめちゃめちゃかっこよかったですし、ちょっと今後ね、01を追っていく上ではこれは必須アイテムになってくると思いますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。おそらくおもちゃ屋で山積みになってます僕はね、新宿のね、駿河屋で買ったんだけど全然残ってたんでなので気になった方はぜひおもちゃ屋に行ってみてください。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。